はい、どうも、黒いリンゴの庄司です。今日はね、このギャルリラっていうスマホゲームやっていきますわ。はい、まあなんか多分2択ゲームなんだよね、あの2択の選択ゲームね、やっていきますわ。ギャルの日常を見ていきましょう。はい、スタート。はい、へそ出しちゃってこの人。はい、ステージ1、女子会ギャル。はい、全然ギャルいなくね。今日は女子会飲むぞ。泡盛り。はい。いきなり飛ばしすぎてケロ吐きそう。はい。これ。はい。これ正解して、あの反対の結果見るってやればあれなのかな。まだ、あの広告もしかして、はい。女子会ならまずはこれだよね。イエーイ、乾杯。はい、シャンパン。まあ俺お酒飲まないから。はい、女子会のおつまみといえばこれ。スルメ、スルメ、サクサクなるよ。顔やば。なんかイカ臭くない？クンクン匂う女子たち。イカ臭い、でも癖になる。はい。はい、じゃあ、なにこれ。ほほい。はい。サクッと食べれて、最高。いっぱい食べちゃおう。あ、なんだっけ、これ、クラッツ？リッツ？ん？はい。はい。あれ、なんか。女子会の話題といえば、やっぱこれだよね。ふふ。ゲスホーリー。ふふい。不倫の声を暴露したらみんなにドン引きされちゃった。はい。右左。はい。恋愛トーク。やっぱ恋バナ、下ネタも入れちゃって最高に楽しい。はい。おう。わざと、最後はみんなで写真を撮ろう。はい。これわざと合ってる方を選んでさ。はい。やっぱね、わかるからこんなの余裕で。はい。あ、これもう一回、みんなバッチリ映ってるね。超リフレッシュでできた。また集まろう。はーい、ハッピーエンド。なんかギャル出てこなくね。はい。あ、いいね、いいね。広告見なくてもいいんだね、これ。はい。やばくね。自分だけが、だけ顔がでかいし、顔テカテカだし、最悪。やば、顔。モンスターじゃん。はい、ステージ2。癒され希望ギャル。はい、ギャル。ああ、これあの子だね。かわいい。かわいいじゃん。はい。癒されたいな。どこ行こうかな。ん？接骨院。うん、よし。わざと間違えてくスタイル。はい。け、ここ、悶絶ボキボキ系じゃん。はい。はい、左。おい。ショッピングで足、ん？何これ？むくんだか。むくんだ足をすっきりさせようと。はい。ん？コースはどうしよっかな。ギャツリカオス。はい。足相撲の慣れのリピーター向けだった。やだー、やだー。はい。はい、お試しコース。はーい。あ、ご新規さんに優しいコースだ。気持ちいい。はーい、気持ちよさそうだね。はい、お試しもう終わっちゃった。延長つけようかな。2アップ。はい、2アップ。これで寝てるって感じ。このあ、爆睡してちっとも覚えてなかった。はい。右。この子かわいいね。はい。これぐらいがちょうどいいよね。はい、次。このボタン押しもあんま反応遅いな。あー、気持ちよかった。え？次回予約？ん？右。よし。セールストーク始まって20万円の回数経過を交わされた。きっつ。マジかよ。
はい、左。Girl, come on. Leave the second in the world. 予定分かったら電話しますつって適当に回避。うちってなんて賢いギャル。はーい、うん、頭いいね。はい、最高。はい、はい、ステージ3、夏休みギャル。はい、うん、夏休みたくさん遊ぶぞ。せっかくだしイメチェンしよう。いい、合ってた合ってた。はい、左の結果も見るか。はいはい、チュルンチュルンの茶髪になったよこの男どもいいよねって見てるわ。はい、左、はい、ギャルじゃん。んブリッジしすぎて頭皮が真っ赤になりまたらハゲになったやば、幽霊やん。てかみんな笑ってるし。はい、おお、何これ。海だ、これで砂浜歩こう。み、外れ。よし、おお、やば、割れたビール瓶を踏んでしまった。誰だ、こんなとこにポイ捨てしたの。いや、うん、いっそポイ捨てして、てかやば、これ大丈夫かな YouTube 的に。はいはい、左。おい、お、なんかエロくね。はい、おしゃれな B さんで映え写真撮ったよ。え、このケツつき出しがちょっとエロいね。はい、うん、お腹減った、お昼はどこで食べる。よしよし、うん、めっちゃなんか高みたいな。トンビ、砂浜でおにぎり食べてたらトンビに襲われた。痛い。トンビやば、襲ってくんの。はい、海の家。海の家で美味しい焼きそば食べた。可愛いからっておまけでアイスももらったよ。はい、いいね。遊び疲れた、泊まるのはここ。ん、どっちだろう。海、せっかくしちゃった。高級ホテルのビュッフェに行きたよ。美味しいもので、でリッチな休日。はーい、反対の結果見ようか。はい、ん、あ、日焼けの肌にしみるよ。これ塩水温泉じゃん。出て。はい、ん、ステージ4、パパと仲良しギャル。はい、今日はパパと会う日、どっち来ていく。これパパって違う意味。逮捕されるパパ、私も退学に。え、マジなお父さん。どうぞ。やる。ん、ドレスコードのあるレストランに来たよ。コース料理最高。はい、パパにもらったお手当ては何に使おうかな。ん？これなんかどっちもやばくない？これどっちもやばいよね。え？み。ボトックス注射を顔にしたら地味に痛い。痛い。はい。はい。え、どっちもやばくない？何これ？左。何これ？マジで。点滴しながらゆっくり高級な美容外科のシェアです。休む女性。え、点滴すんの。うーん、まあよくわかんないよ。貯金を使ってここを整形したんだ。うーん、右、外れ。よしこのケツエロいな、フリフリしてる。あの削りはダウンタイム、えぐい。魚みたいな、ね。はい、左。おい。鼻高くなったでしょ。E ラインも完璧。うん、よくわかんない E ラインとか。はい、次。なんか押すんだよな。高くなった鼻で本命の彼氏とここに遊びに行く。やっぱパパってさ、あれだよね、やばいやつだよね。はい、み。
けしたから彼にすっぴんも余裕で見せられる。はーい。反対。これは怖いね。整形かける運動は絶対ダメ。もう鼻、もう変なとこに曲がっちゃったよ。うん、ウソップ、はい、はい。ステージ5。ギャルの放課後。なんか絵変わった。だるい授業終わった。メイクメイク。ピンセット持ってるから右じゃない正解。やり。よし。おー、いいだそう。ビューラーでまぶた挟んだ。いて。マジ不幸な美少女。はい、右。どう塗るのそれで。ひげ生えてた。抜いてすっきり。あ、ひげね。お、刃生えちゃってる。はい。他がやっぱカラオケ。最初に手に取ったものはもちろんこっち。右でしょ、多分。お、左だったわ。盛り上げ役、最高っしょ。はい。反対。ガン、口に、ゴンゴンチン。マイクが口に当たって歯が欠けた。最悪じゃん。カラオケ最高だった。ちょっとゆっくりしたいな。右。よし。寝過ごして日焼けしすぎた。真っ赤になって痛すぎ。はい、やる。おはい。グッド。フラペチーノ、うまー。幸せ。俺、未だに一回もスタバ行ったときないです。多分フラペチーノってあるんでね、スタバに。はい。なんか聞いたときあるもん。はい。ただいまー。今日も疲れた。ん？疲れたから癒されたーい。左。左やった。はい。うぃー、肩こりに効くわー。はい、反対。ワンスケ。はい、ワンコロワンスケ。ワンコロワンスケ。ん？はは、ベロベロベロ。生クリームの香りが大好きな、バカ犬。うん、バカ犬だって、やばいじゃん。はい、ステージ6。いじられ女子。はい。いじられキャラと言われる私。さて、今日も勉強、勉強、と。み、あ、合ってた。普通に合ってた。ん？友達が私のノートに落書きしてた。可愛いけどやめてよ。ん？どういうこと？あ、ビリビリペンね。はい。ビリビリペンにすり替えられていた。痛い！しかも動画撮られてるんですけど。最低。友達が私の誕生日を祝ってくれるって。友達が、ま、持っていたのは、多分左でしょ、正解。なんかのロウソクの数やばくない？まあ、いや、右。あ、合ってたー。右が正解だったんだ。はい。うん、おかしい。友達からプレゼントもらったお菓子リュック。でもいいね。なんかいいね。欲しいわ。はい。左。もしかして、俺の携帯熱くて、おーおお、最低。まさかの顔面パイ。これ、地味に痛いよね。やられた時ないから分かんないです。はい。はい。誕生日会も終わったし、家に帰ろう。徒歩。おー、普通にやってたー。なんで？お菓子たくさん食べちゃったから、歩いてカロリー消費しないと。はーい。ん？チャリの方がカロリー消費するんじゃない？どうしても遅いの、なんだろう。うん、サドリン接着剤、いたずらされた。最悪じゃん。夜ゆっくりしたら友達からグループ通話しようって言われた。どっちがかかってきた。ん、なこれ左、正解。よしよし。怖っ。スピンブスが顔面に好きな人にも見られた。はい。携帯つながってきた。夜遅くまで語り合った。これぞ友情。はーい。次でやめっかな。なんか、これ、やっぱ携帯熱いからかな。なんか、
チートデイのギャル。今日はチートデイ、好きなだけ食うぞ。まずはこれ、それパスタを。なんで、え、やば、硬いポテトがハンキに刺さって死ぬー。いや、これグロいよ。大丈夫よ、 YouTube 的に。はい、グロいよ。ほほい、あーん、まあ、はいはい。いや、ハンバーグ美味しいよね。うん、まだまだ食べるわよ。左、チートデイだからね。チートデイいっぱい食っちゃおう。韓国風サクサクチキン、うまー。はーい、いや、うまそう。いや、俺も腹減ってきたな、マジで。デザートは冷たいものに限るよね。なんかこのボクちゃん、なんか見える、見える。アイスクリーム100個いけるわ。アイスも食いたいわ。今日は暑いからね。でも、この暑いからさ、今日気温高かったんだけどさ、うん。なら携帯暑いのかなって。はい。なんで？頭キーンってする。いや、いいじゃん、別に。いや、まあ、痛いけどさ。チートデイも終わり。夜寝る前にお腹に入れるのは？右。てかさ、なんか緊張なんだった？あ、普通に正解。はい。はい、はい、またこれ、無縁夏で良心の睡眠、良質な睡眠、睡眠睡眠。明日からまたダイエット。はい、左、はい。虫歯になって歯削られた、痛いってば。いや、痛いよね、虫歯の治療。真似するわ。はい、運動女子ね。はい、また絵変わったわ、なんか。はい、まあ、またやっていきますわ、次から。はい、まあ、そこまでギャルっぽいの出てこなかったねまあいいや、まあ面白かったね。でも、うん、みんな可愛いね。はい、じゃあ、よかったら高評価チャンネル登録よろしく。じゃあ、バイビー。